コタール症候群、またはコタール妄想は自分がすでに死亡している、存在しない、腐敗している、または血液や内臓を失っているという妄想的信念を抱く精神障害である。100人の患者を対象とした広報との統計分析では自分の存在を否定するコタール症候群の症例が45%に見られることを示している。 55%の患者は不老不死の妄想を抱いている。1880年神経界のジュール・コタールはこの症状を重症度の異なる精神症候群である虚無妄想と表現した。軽度の症例は絶望と自己嫌悪を特徴とし、重度の症例では否定と鬱病と激しい妄想を特徴とする。コタールが紹介したマドモアゼル X という女性は 体の一部の存在と食事の必要性を否定した。彼女は永遠の地獄に落ちたことから自然死はできないと考えていると述べた。彼女は虚無妄想に苦しむ過程で合死した。コタール症候群は精神障害の診断と統計マニュアルや世界保健機関の疾病及び関連保険問題の国際統計分類のいずれにも言及されていない。日本の医療ドラマ トップナイフ第3話にて、うの損傷によって起こる、珍しい病気の一つとして取り上げられている。ありがとうございます。